メディシンボールを持ってる対決。微妙なラインやってみて、これいいのかみたいな。それはもう反ってる。アウト。前鏡はいいの？ん？前鏡はいい。前鏡もダメ。まあ、とにかくまっすぐ。これは？これもダメ。マジで？まっすぐ。本当に。いつも行けますよ。いいですか？腰を反らない。ここだけ気をつけて。うん。1回は注意 OK だから。あ、1回はいい。1回は OK。本当に厳しくする。もしダメってなったら言ってね。うん。止めてね。え、1回はいいんでしょ。え、注意2回目で止めるから。だから、その、こちらがもうダメっていうのを目指さないで。自分の限界でもうダメっていう。ルール違反しないで。で、正しい姿勢もう1回やって。そうだね。これで2分いったらすごいよ。2分いったらすごい、うん、じゃあ3分いこう。いいよ。いいですか。うん、伸びてます。いいよ、いいよ。よーい、はい。地味だね。これって話した方がいい。もぎらわしてもいいよ。なんか肩こわばってきてるよ。こっち見ないで。一注意。え、もう早いな。なんか微妙だった。肩すくめないよ。何秒経過とか言う？言わない。言わないの？え、まだいける、まだいける。やっぱ曲がってんじゃない、これ。いや、曲がってない。曲がってますよ。曲がってないですよ。え？結構先から際立つ。あれ？いや、いや。曲がってんじゃないの、これ。止めます。よいしょ。もうないよ、次。うん。肩すくめないで。上げて上げて、もっと肩の位置まで上げて。 あれダメです、ダメです。あれいや、はい、いや、これ厳しすぎじゃない？さすがに。だってまだ全然いけるよ。曲がっていくわ。いけるやん。いや、いける、いける、まだ。いや、まだいけるじゃん。何秒ですか？1分13秒。ほら、全然まだいけるって。1分13秒91。あと 0.08。 さあ、これ落ち的にはリノが越さないと、うん、え絶対いけた。2分。2分はいけない。多分ズルしてはいると思うね。肩こわばリノはそもそも猫背だから気をつけて。そう、それ反対に引っかかるから。これってどう？うん、いいよ。はい、それ全然。うん？いつでも一緒。いいんでしょ、左手足。いいよ。え、いいの？もちろん。ちょっと、それやればよかったじゃん。ずるいっすよ、それ。じゃあもう一回やる？うん。ずるくね？じゃあ自分で入れて。よーい、ドン。ドンって。おおお、あ、いいのか。いいよ、姿勢いいよ。そらないでね。反ってる。なんでこっち見てんの？え、これ反ってるよ。反ってない。反ってる。大丈夫。今歌を脳内でかけてる。これいいの？結構曲がってんだよ。これ曲がってないでしょ。うん。地味だな。きついよ、これ。地味にきついよ。これ曲がってないか、これ。
すごい安定感ある。安定感あるやん。あ、もう僕越しました。あああ、なんかつまんないな。これ持ち帰ってもいいんでしょ。え、いや豆の毛いいよ。行くんじゃない2分これ。あ、あ、下がってます。これ右手曲がってるぞ。うわ、こっからこっから小話でもして楽しい楽しい。おマックめっちゃ弱いやん。いや違うってマジで。え、だって僕タイプだってさっきこれレモン注意されたの。そう言ってないよ。うわ58。うわ1分、うん、すごっ。え、もう一回やる。1分58だって。じゃあ秒間バレるか。でももうリノは多分2回目できない。無理、出し切った。いいよやっても。全然僕まだ余裕あるの。なんで余裕あんの、おかしいやん。え、だからだって あれで注意されたから。何あれでって、またいやだってリノもこうなってたでしょ。うん、リノもこうだったの。あ、何、うん、まあ、それは分かる。 こうだって。うん、しかも横じゃなくて下でこうやってたから。私めっちゃ触ってるよ。ほらそういうとこよ、マーク。いやだからパック言う。だから今はっていうの話だから。え、しかも足開いてる。結構曲がってたよね、さっき。曲がってたよ。そんな今いい、これ泣きの1回だから越した当たり前な記録だし。うん、13、58だから。うん、違うね、結構結構ですよ。いけるか。このカメラを持ってる方がきつい。重いの。重い。3キロあんのかな。本当はね、こうやって伸ばしたいっていう。行けますか。よし、いいよ。さらに厳しいよ、2回目は。え、マジでそんなきついのかな。2回言われたらもう終わり。さっきダメで終わったんでしょ、でも。そう、うん、まあね。はい、どれくらいならいいの。足はこうやって持ち帰るのありなんですか。どう持ち帰るの。え、なんかリノみたいに曲がってるじゃん、もう。こうやってもう肘曲がってるじゃん。それでこれダメなの。ダメなのって肘曲がってるでしょ。何言ってんの。え、じゃあさっきのさっきのって。え、さっきのこれみたいな感じで。やってない、やってない。え、マジでこっちから見たら左手。甘く悪い、それ悪いよ。いや悪くないって、本当に。だから肘曲がってるって宿題のことでも。作戦はどうですか。まあ話すと、まあ話す、話すと話すよ。なんかもうそっちの方が紛れるじゃない。紛れてフォーム崩さないでね。うん、めっちゃ厳しくいくから。はい、行きます。よし、いいよ。よーい、はい。もうあれでしょ。もう冬休み始まって3日目でしょ。で、ん、あれ、そって危ない、めっちゃ今そってる。危ない、危ない。あ、そっちはダメなんだ。ですよ。え、そっちはダメなんだっけ。ダメです。ダメか。ペナルティーです。下すぎない、持ってるの。やばいんじゃない。いや、まだいける、まだいける。腕、もう、でも国語終わって、で、英語も今終わって、でね、今算数行こうとしてる。何個で、今算数何ページだ。ここが
くっすよ。あれ、きつい顔してる。あれ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 、これもうあれあれあれちょっと、あーやばい全然何秒ですか。伸びましたけど、ね、1分16秒よ。よし、あ、なんか2回目はやっぱ無理か。あらあらあら、3秒伸びました。やばいんじゃないのこれは。マー君どういうことですか。いや、まあね、まあまあ1回目でやってればよかった。もう一回行きますか。行く？もう一回。絶対伸びないと思うけど。だけど3秒伸びたんでしょ。一回行くか。次も3秒19。いや、一回目でやってればよかった。ほんとペナルティ厳しいね。ペナルティ？いや、2回目はまあまあだよ、ほぼ。結構腰が痛ってましたけどね、最初から。え、それ重い。うお、話すって言ってるの、なんか国語がなんとか。まだ腕相撲負ける？いや、でも今ならさすがに勝てる。いや、単純に勝てる。やる？いいよ全然勝てるじゃん。やる？もうダメだ。パワーないですね。いや、パワーないっていうか、まあ、姿勢の問題ですね。これは君の方が姿勢悪いんですよ。姿勢悪いんだけど、私の方が猫背なんで。あれ、これはあれいや、これは